大阪西成郵便局の10代の男性社員が、配達途中のはがきや封書などの一般郵便物2827通を西成区内の複数箇所で放棄していたことが分かりました。日本郵便近畿支社によりますと、先月31日に西成郵便局の近隣住民からマンションと一軒家の間に郵便物の束が置かれていると問い合わせがあり、発覚したということです。男性社員は配達しきれなかったと話していて、日本郵便は警察に被害届を出した上で厳正に処分するとしています。